日輪の長期ちゃちゃなるぞ。バーサーカーのサーバントじゃ。うん、クラスは諦めた。ちゃちゃ、小金大好き。じゃんじゃん持ってきちゃって、じゃんじゃん。の姿は史上最高豪華絢爛超絶美人なのだから着替えとかしないんですけど、でも可愛い南蛮トライの着物とかあるなら考えなくもないんです。チラチラ。チャチャ最近チャチャの魅力で日の元がやばいっていうクゲたちのもっぱらの噂。チャチャ。え？素敵すぎて気にならないけど、正直ちょっと変わり映えしないって？じゃあ面でもつけようか？今、必殺のスーパーチャチャモード！シャキーン！やめよ。やはり一周どころか全世界を回ってこの格好が一番素敵ということに気づくとは大したマスターか。まさに天上天下チャチャが独占ってやつね。あ、大阪で負けたのはチャチャのせい？そんなわけないし、チャチャ全然悪くないし。で、殿下が悪いよ、殿下が。言うておくが、拾いのことだけは言うでないぞ。わらわはそれだけは我慢ができぬ。たとえ相手がマスターであるそなたであってもな。そなたはなかなかチャチャと相性が良いようじゃな。これはやっちゃう？豊臣とか再興しちゃう？浅井でも織田でもいいんだけど。今まで黙ってたけど、チャチャはそなたというかマスターと気が合うし、趣味も大体合ってる気がするし、一緒にいると楽しいことばっかり起こるし、ありていに言うならマスターが大好きなん。え、知ってた？そんな。やれやれ、そなたも物好きよな。わらわにまつろう者は滅びの定めからは逃れられぬという。よい、わらわを焼き続ける炎を恐れぬという。そなたが滅ぶその時まで寄り添うてやろう。かわいいそなたをいつまでも抱き続けよう。チャチャ暇！何でもいいから楽しいことをせぬか。暇暇暇暇！日輪の長来たるこのチャチャが誰よりも偉いのは当然至極の当たり前よね。というわけで、なんぞ面白きことプリーズ。そなたはマスター、チャチャはサーバント。それはわかるが、チャチャの生まれついての覇王の血がそれを許さ。え、おばうえもサーバント？じゃあいっか。えー
あのタヌキジジイの飼い沼。何？タヌキじゃなくて吉信か？誰それ？ノープのメイコさんでしたか。いや確かに面影ありますね。え、お前が例の巨弱クソ捨てセイバーかですって？一体誰がそんな根も葉もないことを。え、ノープが言ってた。じゃあ切ってきます。おばうえ、今日も面白いことしてして。あ、あれ、お寺で集まりとか。あの微妙な踊り、チャチャ大好き。お、チャチャもこっちに来たのか。うんうん、わしに似てういやつよの。どれ、わしがカルデアを案内してやろう。そしてマスターであるそなたはそのわしを案内せい。うわ、あの時のなんかおっかないやつ。なんか怖いから話しかけないし、チャチャに話しかけてもらえないなんてかわいそうすぎるんですけど。あのガキか。俺に近づけるなよ。あのガキを見てるとどうもイラつく。チャチャはホムラの中で、貴様は暗闇の中でもがき果てた。そして巧みな外来語、はもしや同タイプのバーサーカー。好きなもの、豪華絢爛キンキラリンなものは何でも好き。あとは小豆の汁粉とかも。嫌いなもの、タヌキジジイに決まっておろう。うわー、今思い出しても腹立つ。徳川だけは絶対に許さぬからな。聖杯、キラキラして綺麗ならばチャチャが使ってやってもよいぞ。お菓子入れとかに良さそう。あら、なんか楽しそうな雰囲気。チャチャ、絢爛豪華な催し物とか大好き。ちゃちゃっと支度してマスター。そなたが稼ぐ、ちゃちゃが得する。つまり夫婦のようなものかな。いやいや、変な意味ではないぞ。お知らせとかインフォメーションもあるから目を通しておくとよいぞ。適当にやってるとおばうえみたいにお寺でファイヤーすることになるかもしれぬからな。ここでポイントをシュート。ちゃちゃ、エキサイティング。維新軍なんて物の数じゃないわね。して今日の戦果はいかほどかな。かな、他にも何か面白いことあった？ねえねえ、うむ、飽きてきた。もはやチャチャの心は次の催し物に移りつつ。え、まだ報酬を取り切ってない？何をふぬけておるのじゃ。今頑張らないでいつ天下取るの。チャチャと一緒にもう一度出撃じゃ。